ホレルンツビーレンフレートは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のシュターデ軍に属す町村である。この町は、シュタインキルヒエンに本部を置くザムトゲマインデリューエを構成する自治体の一つである。この町は、シュターデとハンブルクとの間、ヨーロッパ最大の果樹栽培地域の一つである、アルテスラントに位置し、エルベ川下流及びリューエ川に面している。 この町は名前になっているホレルン地区とツビーレンフレート地区の他に第3の地区としてバスセンフレート地区がある。この町の議会は15議席からなる。町内をクラフト交通会社の乗り合いバス2357号を系統したあで、ホレルンツビーレンフレートシュタインキルヒエによるク・ハンブルククランツ線及び多くの企業の通勤バスや通学バスが運行している。 これらのバスはいずれもハンブルク交通連盟に加盟している。この町の集落の大部分は果樹園の農道沿いにあり、町自体はエルベ・川下流域に面している。ありがとうございます。